3時10分、決断の時は、2007年のアメリカ合衆国の、西部劇映画。ジェームズ・マンゴールド監督作品。出演は、ラッセル・クロウとクリスチャン・ベールなど。西部の悪名高い武法者と、彼を、刑務所行きの記者まで護送しようとする、牧場主の物語。西部劇としては、近年稀に見るヒット作となった。 映画の撮影に使われたニューマ社のセット1953年3月に発表されたエルモア・レナードの短編小説を映画化した1957年に公開された決断の3時10分のリメイク強盗団の頭目として西部に悪名を轟かせる無法者をラッセル・クロウ彼をユーマの刑務所行きの記者まで護送する牧場主をクリスチャン・ベールがそれぞれ演じている 残虐性と、寛容さ、正確な射撃の腕前と深い強要という、相反する要素を合わせ持つ男ベンウェイドを演じた、クロの演技は、批評家たちから賞賛を集めた。映画中で年老いた、賞金稼ぎを演じたピーター・フォンダ、変質的な強盗団の副頭目を演じた、ベン・フォスターの演技も高く評価されている。2007年9月7日に、 全米で公開され、その週の興行収入1位を記録した。アメリカ国内では、約5300万ドル。アメリカ国外では、約1600万ドルの興行収入を上げ、衰退著しい西部劇映画としては、久々のスマッシュヒットとなった。2007年度のアカデミー賞において、作曲賞と録音賞の2部門に、ノミネートされたが、受賞には至らなかった。 物語の舞台は南北戦争が終わってまだ間もないアリゾナ巡州。北軍の一員として従軍し、切断には至らなかったが片足をフグにした役した牧場経営者、ダン・エヴァンス。彼の牧場は、その存在を疎ましく思う町の有力者とその部下たちによって様々な嫌がらせを受けていた。そんなある日、ダンは有力者と交渉するために、 ビスビーの街に赴く。その道すがらダンは無法者、ベンウェード率いる強盗団と遭遇、そして彼らに襲撃された駅馬車を発見する。ダンはただ一人生き残ったピンカートン探偵者に所属する、賞金稼ぎを救助する。有力者との交渉は三端たる結果に終わったものの、ダンは酒場でくつろぐベンが保安官たちに捕まる現場に居合わせる。 ベンの強盗団によって、たびたび損害をこむっていた、鉄道会社の重役は、彼を縛り首にするため、明後日の、湯行き3時10分発の汽車に乗せようとする。ベンを、コンテンションの駅まで護送する一行に、ダンも同行を願い出る。道中で何人も犠牲者を出しつつも、ダンは、なんとか、ベンを連れて、コンテンションの街に到着する。だが、そこに、 弁を奪い返そうとする強盗団が押し寄せてくる。弁を強心的に崇拝する。強盗団の副頭目は一行がこもるホテルを包囲、さらに誤送犯を殺害した者に報奨金を出すと軍衆を先導する。強盗団のみならず、街中を敵に回した団と、その一行。保安官や鉄道会社の重役までもが絶望的な状況に屈し、保身に救急とする。 そんな中、ベンはダンに交渉をほのめかすがダンは、生活苦の真っただ中であっても息子らに、父親としての尊厳と誇りをかけて、護送を成功させたいと、孤独な戦いに挑むことを決断する。銃撃の合間を縫って、ダンの手により、ベンを、刑務所行きの護送車両に乗せ目的を達成するも、直後にダンは、ベンの手下により銃撃される。 致命傷を追い横たわる団、ベンの身柄奪還に集まった手下を、東黙自ら射殺し、父親、団の後を追ってきた息子のウィリアムがベンに重口を、向ける最中団は息を引き取る。ベンは、刑務所へと向かう護送車両に乗り込み、駅を後にする。カッコ内は日本語を吹き替え、3時10分、決断の時は公開後、批評家たちによっておおむね好意的なレビューがなされた。 著名な映画評論家のロジャー・イーバートは、より優れた俳優たちや彼らの眼竹深いセリフのおかげで、本作品が1957年に制作されたオリジナルを上回ったと評価した。エバートはこの映画に、彼にとっての満点に相当する4つ星を与えている。ヒューストンクロニクルの批評家、ブルース・ウェストブルックは、この映画を許されざるもの以降で、 最高の西部劇映画だとした。同時に、ウェストブルックは、主人公が、孤立無縁の中勇敢に戦うという点で、この映画が、マヒルの決闘から着想を得た可能性を指摘した。それらの好意的な評価の反面、ウォールストリート・ジャーナルの批評家、ジョー・モーガン・スターンは映画に批判的なレビューを書いた。モーガン・スターンは本作品が、オリジナルより20分以上も、 上映時間が長くなっていながら、そのストーリーがオリジナルと比べて変わり映えがしないと批判した。ありがとうございます。